ニノファームジャポンプレゼンツ、下川みくにのみくにルーム。この番組の目的は、多くの方に下川みくにの寂しい私生活を知ってもらい、より多くの視聴者の皆さんと友達になることです。この番組は、ニノファームジャポンの提供でお送りします。ミクニルームスタートいたしました。45分間また今日もよろしくねということで、まずはただいま韓国行って帰ってきました。月曜日に帰ってきたのね。24日かな、はい、そうですね。ね、帰ってきてね、ちょっとブログもね見た方もいると思いますが、はい、もう無事ね、韓国のクラブの初めてのライブだったんですけど、なんとか無事終わりまして、お客さんもね、やっぱり韓国前2月に行ってるからかな、今年の2月に行ってたから、そのファンの方たちも来てたのかなと思うんですけど、本当に楽しい、新しい経験ができた2日間でした。はい、楽しかったです。はい楽しかったですね。楽しかった。いや、遊びに行ってたわけじゃないんですよ。そうですよ。遊びに行ってたんじゃないです。でも前ね、2月に韓国行った時に、そんなスケジュール的にバタバタもしてなかったんですが、はい、今回はちょっとね、まだゆとりがあってゆっくりとこう買い物したりとか、はい、できましたね。そういうのもそうできてよかったなと思って。まあ、いろいろ美味しい食べ物も食べましたけれども、はい、まあ、それは後ほど発表と、はい、いうことなんですが、はい、まずは、韓国のクラブでも歌ってきました。こちら、じゃがじゃん。出来上がりましたね、ついに。出来上がりました、はい、韓国行ってる間に出来上がってたみたいなんですよ。そう、帰ってきたらさ、帰ってきたら机の上にドーンとそうドーンと、うん、肉持ってくるみたいな感じでね、もう私も持って帰りましたけれども、こちら、私の12月3日リリースになります14枚目のニューシングル、はい、いいじゃない、完成いたしまして、はい、こちら私も今ね持ってるやつなんですけども、はい、ぜひぜひ皆様こちらお買い求めくださいませ、はい、でこれが表でしょ、裏がすごいですよ、裏なんとじゃじゃんじゃじゃん、書き下ろしね、下川さんがジャケットのまんま書き下ろされてますけどね、え、これは貴重だよね。ちょっと嬉しいよね。いや、本当に嬉しい。なんかさ、キャラクターデザインがさ、鳥山明さんじゃないですか。うん。ブルードラゴンは。ねえ。だから、ちょっとドラゴンボールのキャラっぽく、アラレちゃんみたいになってますけど、目がかけてる。タッチがね。そうそうそう。嬉しいよね。嬉しいよね、それね。超嬉しい。ね、無情、ほら。ね、まんま。こんな感じ、はい、いやもうね、ここの出演者っていうのみんなブルードラゴンとか出演者っていうのキャラクターキャラクター一緒になんかこう私もいちゃうみたいなね、はい、こんな感じになってるので、はい、ぜひ皆さん手に取って、はい、ね、じっくり見て聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。先月3月の新曲入ってますので、はいはい、よろしくお願いします。やっとできたね。それとライブ、ライブはいよいよ迫ってきましたね。なんかイベントもいっぱいあるんですよ。発売記念イベント、はい、そう、いっぱい決定してまずは3日ですね、秋葉原で3日、え、秋葉原あって、うん、4日にボックスのライブね、ボックスで、全国なので、うん、ちょっとまだ明日ぐらいに発表しますが、うん、6日に北海道行きます、ね、6日北海道行きます、ふるさとだ、ね、で10日に名古屋でライブをして、ライブをして何ですかこれ、スケジュールの確認ですか10日に名古屋で、ライブをした後、した後13日に名古屋と大阪でイベントをして、はい、で14日に米倉千尋さんのライブに出ると、ああ、そういうスケジューリングだ。確認してんじゃないか。今ちょっと確認。やることいっぱいですよ。ね、すごい。もう、はい、みんなに会いに行きますよ。いっぱい盛りだくさんなので。
あの、全員参加するように。絶対参加して、本当によろしくお願いします。全部来てください、ね、ぜひぜひ。そういう、こうスケジュールになっておりますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、あとちなみにまだこのジャケットになってから一度もまだサインをしてないので、ここに一番最初にサインする人は誰なんでしょうか。そうか、秋葉ですね。でもね、あ、秋葉原かでしょうね。そうか、そうだね、うん、だと思います。なので、うん、ぜひぜひみんな秋葉原集合で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなこんなで、うん、台湾でも香港でもライブやりますが、うん、ね、ねえ、お忙しいですね。いや私ね、何人ですかっていうぐらいに、私本当今年、はい、めちゃくちゃこう海外でも、はい、ライブさせてもらってるじゃない。はい、こんなにね頻繁に行けるとは思っていなかった、ぶっちゃけ。ね。うん、いやこう、まあ、待っててくれるファンの方がいっぱいいらっしゃるんで、ね、嬉しいね。ね、最近ね、いろんなところからお話をいただくようになって断ってるのもあるんですよ、実は。え？スケジュール的にこうダメな、ダメなところとかね。あ、難しいですね。広州からね、広州からね、うん、12月の大晦日とかに、なんかアニメ、なんかゲームショーみたいなのがあるから出てくれませんかとか言われて、そんな無理だよとかって行きましょう。いや無理です。うん、とかね、いろいろこういっぱい来てますんで。マジ今週から来てたの。はい、それは知らなかった。マジ最近ちょっとこう来てたり、でも私みんなが見てるようにいつも今教えてもらってるから。はいはい、マジ、はい、とかあるんですけど、まあなるべくねやっぱ行けるようにちょっと頑張って、うん、でも日本でもちゃんと活動しないといけないので。そうだ、ね、日本にもファンの皆さんいっぱいいるんで、ね、そうだね、はい、うわー嬉しいね、うん、ちょっとずつなんかこうやってきたことが実ってる感じのね。そうですよね。またブルードラゴンでね、お曲がかかってたりして、向こうのねファンの方も、うん、あ、そう、ん、そういいじゃないか、多分台湾と香港、香港で、うん、同時発売的な感じで、もうすぐ発売されるらしいですよ。それは今年中にですか。今年中に発売されるらしいですよ、ライブに間に合うように、今その作業をこう一生懸命やってますから、トニーチャンネルさん ねお願い、先にそれ教えてくれない。いや、こういろいろね、それね、それはね、今日判明したんですよ、実は。あ、そうなの、はい、もう私同じだわ、みんなと今、はい、で今ね、こうスピードが速いわけですよ。めっちゃ駆け足、ね、そう、大変なの、本当に大変なの、すいませんね。あ、そう、嬉しいでしょ。うん、リアクションがほら伝わるじゃないですか。嬉しい、これ着てくよ、この服着てくよ。あ、そうだね、うん、ね、着らないで、なんかすごい猛スピードで進んでるんだね。まあね、という感じですが、韓国でこれ、これ答え言っちゃったらもう終わっちゃうわけですよね。今日のテーマは、確かに今日のテーマ、まあ韓国の感想を言いつつ、何を食べたか、韓国で何を食べたかをこう言いつつ、順番を別にしてね、うんうんうん、そうだね、当たってないものからちょいちょい拾っていきつつ、はい、ああこれ当たってねえんだっていうので、これはどうだっていうのを徐々にこう送ってきてくれるといいわけですよ。なかなか、ね、違ったらまた、あの正直難しいです、うん、あの意外と早くこんなん食っちゃったのって。でもまあ一応向こうでは、うん、ポピュラーな食べ物なんですよ、あれ。あ、そうなんだ。はい、実は私は初めて食べたかも。あのね、あれそうなんです、ポピュラーな、いや、やべえ、ポピュラーなんだ。ポピュラーなんですよ、結構有名な食べ物ですよ、はい、そっか、そうなんです。いや、みんなね、結構ね、こう代表的な食べ物とかも送ってきてくれてると思うんですが、はい、今日のテーマはこちらでございました、はい、まあ韓国行ってただいまということで、韓国行って初めて私が口にする食べ物は何だったでしょうか、はい、ということで、はい、そうですよ、食べ物私のあのっけたのは1個あったね、サムギョプサル。あー、肉ね、ブログ、うん、肉ね、まあ、あれ正解じゃないってことですね。あれ正解じゃないねサムギョプサルやっぱ美味しかったね。美味しかった、本当に美味しかった、まあ、私もあの前に、ね、日本でこうやって巻いて食べたりとかしたことはあったけど、やっぱ本場は違うな。なんかね、なんだろうね、あれね、
しかも安い。今回レートが今ボンがかなりこう下がっちゃってるので、すごく安かったんですね。もう食べるもん食べるもんこんなに金額でいいのという状態にかなりなっていて、すごい安いんだ。本当にびっくりしましたね。サムギョプサル、まあ、あのスタッフと、あの DJ のヒサとね、5人ぐらいで食べに行ったんですけど、そう5人でたらふく食べてちょっとビールとかも飲んでね、うんで、1人1000円みたいな、ありえないなありえないよね。5人で5000円みたいな、そういう世界でしたけど、もうそのぐらい、まあ、前だったらねちょっと1万円ぐらいだったんですけど、まあ、1万円でも安いですよね、全然安いよ、1人2000円ぐらいですからね、うん、もうでもねすんごい安かったです。びっくりですよ、本当に。じゃあちょっと当たってないものがいきますか。なんすか、だって言ったら終わっちゃうじゃん。そうだね、ね、そうだね。ゆうとさん当たんなかったんだ。ゆうとさん、いや、いっぱい送ってきてくれる。ありがとうね、ゆうとさん。はい、韓国のり。あー、韓国のりも食べたね。食べましたよね。食べた食べた、美味しかったよね。うまい。なんか韓国のりでサムギョプサル巻いて食べちゃってる。本当に美味しいね、あれ。うまかったね。そう、サンジュの前で食べるのも美味しいんだけど、韓国海苔にお肉挟んで、豚肉挟んで、コチュジャン乗っけてペコッと、ね、うまかったよね、韓国海苔、外れです。違いました、食べたけど違いました。ブスケさん違ったんだ。いや、何個も食ってきてる。韓国のラーメン、あーラーメン、下川さんラーメン好きだから、ラーメン食いましたよね。惜しいね。待って、ラーメン飲んだ。ラーメン食べたじゃん。それ一番最初に、ほら、行った時に、うん、鍋の中に。あー、食べた。食べたでしょ。ラーメン食べた。ジョングルっていう、うん、まあ、鍋ですよ。そう、キムチの鍋に。そうそう。ごっちゃみの鍋をジョングルって言うんですけど、向こうでは。なんとかジョングルとかって言うんですけど、まあ、鍋的な感じなんですけど、キムチジョングルみたいなのを食べた時に、ジョングルっていうのは大体、まあ、いわゆるこっちでいう辛ラーメン的な乾麺、うん、乾麺が入ってるんですよ。乾いたやつ、あれを煮つけて入れてあるんですけど、まあ、キムチが入ってたりとか、あと何が入ってたっけ、あ、最初に食べたものも入ってたんでね、その中にね、ヒントを言うとね、そう入ってたりとか、お肉も入ってたりとか、豚肉入ってたよね。入ってた、美味しかった。その中にラーメンも入ってて、そう、今すげえヒント言いましたね、僕ね。鍋の中に入るもんです。はい、でもあれって入んないでも、ね、日本ではあんまり入れない。あ、でも入れるところもあるけどあんまり入れないですね。これ難しいな、多分こうやってだんだんヒント出すね、うん、いいね。ラーメン美味しかったね。マジうまかった。なんかあの韓国って、うん、俺韓国マスターみたいになっちゃうけど韓国ってあの生麺ないんですよ。え、生麺がないんだ。ないです。そうなんだ。基本的に生麺の概念がないんですよ。みんな乾麺なんですよ。そうなんだ、うん、知らなかった、うん、だから冷麺とかもあれ実は硬いんですよ、うん、元は。冷麺ってあるじゃん、うん、ツルツルした、うん、あれなんか硬い麺を茹でてあれにしてるんです。日本のあの麺はじゃあラあのそのつけ麺、つけ麺、冷麺、日本の冷麺もあのなんかこう硬いのがあります。そう、そう、生麺ないんですよ。だからあえて煮込んだりとか柔らかくしてから冷たくしたりとか冷やして。そうなの。そういうの。だから基本だから辛ラーメンって言ったら辛ラーメンなんですよ。辛ラーメン、あ、辛ラーメンね。辛ラーメンも食べましたけどね。辛ラーメンも美味しかった。辛ラーメンの靴下履いてくればよかったな。来週履いてくるわ。あ、来週ダメだ、再来週。再来週。靴下買ったの。なんかちょっと受け狙いで言ってるのは、イモさん。イモさん残念でした。日本から内緒で持ち込んだうまい棒。持ち込んでないよ。持ち込んでないもん。何にも持ってってないもん。あれって今でも10円なのかなって。10円、あ、今違うかな、20円ぐらいですか。どうなんだろうね。最近うまい棒買ってないもん。買ってない、やらなくなっちゃったね。違います、駄菓子屋さん行かないからね、はい、違う他は何でしょうかね。いや、最初機内食で、はい、なんかもしかしてビビンバ出てきたらどうしようなんて言ってたんですよ。あ、金剛力士王さんが、はい、ごめんね、いいよ、下げちゃった。いいよ、行こう。韓
韓国宮廷料理の一つションゴルという鍋料理、さっき言ってたやつ。あ、お鍋の。そうそう、ションゴルですね。すごい詳しい。はいはい。違いました。惜しいですね。惜しいですね。入ってはいましたね。はい、機内食でね、ビビンバが出るっていう、俺が嘘の情報を教えまして、ちょっとワクワクしてさ、出たら起こして的な感じだったの。そしたらね、ところがね、なんだろう、あれカレーみたいな、そう、なんつうのか、カレーじゃないんだけどカレーみたいな辛いやつ。そう、でも美味しかったよね。美味しかったね。開けたら違うじゃんみたいな。みんなこれなんだこれみたいな。おい森田。前韓国行った時はキムチがこうパックに入って出てきたんですよ。出てきたよね。そう、ね、そしたらそれがパイナップルになったんだよね。そうだよね。あれと思って、一個もキムチらしい韓国らしいものがなかった。なかったよね。そう、これやられかなと思って。そう、たくあんね、びっくりしましたよ。ヨシットさん、ヨシットさん残念でした。日本から持参していったおにぎり、違います。持っていかないって。あの、韓国もおにぎりありますか？おにぎり食べなかったね。うん、あの韓国はおにぎりよりも太巻き、キンパブっていう、キンパブ、そう、キンパブっていう太巻きがポピュラーで、まあ要するにこっちの太巻きのお寿司みたいなやつなんですけど、うん、美味しいですよ。キンパブ美味しいよね。あれ前回行った時食べたっけ？食べた。食べたよね、キンパブね。細くて食べやすいの、ね、逆に太巻きじゃなくて細巻きで、ね、たくあんとか超美味しいの、ね、それじゃない、違いました。ああ読まれた方は食べたものじゃないっていうことでね。大阪のせいさん、残念でした。マッコリ、あ、マッコリ飲んでないね。マッコリ飲まなかったね、今回ね。マッコリって韓国のお酒ですよ。飲めばよかったね。っていうか今回は夜中仕事だったじゃないですか。だからあんまり本番前にお酒飲めなかったですよね。ね、だってライブしても12時過ぎですか。12時半ぐらいだったんで、ね、その時間に歌うこともまずないからね。ないですね。でも盛り上がってくれたしね、よかったんですけどね。ほんとマッコリじゃなかったですね。あ、マッコリ飲めばよかった、ね、今頃後悔してる。なんだよ、ね、マッコリ飲めばよかった。私ほんと悔しいんだけど。なんで一度も飲めんだよ。だっていや日本のものももちろん美味しいけどさ、言ったらそれなりのものやっぱね、こうやっぱ韓国だよなっていうね。なるほどね。飲めばよかった。ケンさん、ケンさん、松方弘樹さんが釣ったマグロ。これちょっと知ってます？あれ見ました？すごい、300キロぐらいのマグロ、200キロか、なんかすごい高い、何百万で言う、そうとかっていうのね。マグロのでかいやつですよ、いわゆる。すごいね。 あれ松坂さん、松方弘樹さん、松方さん。松坂さんじゃないです、松坂君みたいな。松方さん、ね、松方弘樹さん、うん、すごいね。あのマグロすごいね、釣っちゃったもんね。どうでもいいけど。これ本当すごいよね、うん、ちょっとそれ話がしたかったから読んでみて。感動したね。これはすごいね。いやー、でももっといっぱい大きいのいるんだろうね、海の中にね。海でね、海、海ですよ。海でしかあんな川であんなの食べたら大変でしょ。そっか、ごめんごめん、ね、そっか。いやーすごいなー。あ、肉好きのスルさん、私が初めて食べたものは韓国のお菓子じゃないですかね。いきなり肉食べないしさ、なんかそんな感じします。チョコとか飴みたいなものだと思います。惜しいね。あ、チョコといえばこれちょっと変えていいですか、サプロ。それ多分そう、これ、ね、そうそう、これね、お土産で、これね、スタッフにお土産で買ってきた。そう、チョコパイ。お菓子何が一番今流行ってるのって聞いたら、チョコパイが今すごい人気なんだって。そう、でも私たちはチョコパイって言うけど、あっちの人は、韓国人の人はチョコパイって言う。そう、チョコパイ、チョコパイ、チョコパイ人気ですよ。そう、それでこれをちょっとあの買ってきてスタッフに食べてもらおうと思って、ね、ああそうで、私これ1個食べたんですよ、お家で。ああ、これ日本でもあるんだと思うんだけど、多分あれですよ、いわゆるエンゼルパイ。エンゼルパイ、ああ
そう。日本のとはもうそんな変わらず美味しかった。美味しかったでしょ、うん、チョコパイ。でもチョコパイチョコパイ、はい、この中がマシュマロだって、あの白いのが。だからエンゼルパイはそうじゃん。あ、そうなの。エンゼルパイそうじゃん。あ、そうなんだ。そうだよ。私一人で家で食べてて、なんかこのゴムゴムしいね、なんかその、そう感じするじゃん。マシュマロって。そうだね。知らない。あ、知ってますね。で、友達に電話して、韓国のチョコパイマジなんかやばいって。すごいなんかマシュマロって。分かってねえだけじゃねえかよ。そう、それで、それそうじゃんって言われて、あれそうなんだっけって話をして、こうあるんだね。エンゼルパイなんだね。これね、まあ、美味しかった。ね、チョコパイ。今大流行りですか。大流行りなんだって、ね、みんなも行ったらぜひこれ。いろんなところね、ネイルサロンのお店行ったら置いてあったしね。そうね、ちゃんとこれ装備してあったもん、ね、はい、そう、ね、今後にしようさ。私が初めて食べたもの、ホットク。ホットク知らないですよね、うん、ホットクは韓国行ってちょっとミョンドンで買い食いしたじゃないですか、屋台でいろいろ。はい、こうあれと同じようなもので、お餅にあんこが入ってるような、お餅の中に、ね、クッションアイスが出ました。おめでとうございます。お餅、平べったいお餅に、あんこが入ってるんですよ、ほっとくって。ちょっとこう、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、いわゆる大判焼きみたいなやつなんだけど、中にあんこが入っていて、もうちょっと白い感じで焼いたやつで、濃いってなってるの。そう、餅、あんこ、餅、ちゃんとこうくるまってますけど、丸いの。まあ、あんぱんを潰したような感じで白い桃餅みたいな。へえ、それ食べなかった。それね、意外とね、向こうでポピュラーなおやつで美味しい。で、ちなみに売ってた、そこ歩いてた時。あそこ歩いたところではね、なかったね。いろいろ買い食いしましたよね。したー。何食べたっけ。あれだ、まずイカのなんつうのかな、イカのなんか平べったい、こう先イカみたいな味したんだよね。そう、俺もあれ初めて食べたんだけど、先イカみたいな感じなんだけど甘いの。そうなんかね、甘いのね、かけてんだと思うんだよね、韓国の人は。甘いの好きだから。あ、そうなの。うん、甘いの辛いの。そう、味が濃いの好きなんだよね、多分ね。すごい甘かった、ね、私しょっぱいイメージしかないからさ、それだとちょっとこう、サキイカになんかチーズと甘いのがかかったみたいなね、うん、そう感じの、なんか平べったーくして焼いたやつ。でもあったかかったから美味しかったよね。そう、最初なんか、なんだこれって思ったけど、ね、食べ慣れないから食べてくどんどんね、ハマってく、うん、あとは、なんか魚のすり身みたいなのに、ウインナーを巻いて、うん、こう揚げたようなやつ。あね、いわゆるなんだろう、おでんのネタみたいなさ、うん、ちくわぶに、ウインナーが入ってるようなやつ食べた。食べたよね。あれも結構うまかったよね。美味しかった、ね、そういう屋台、あそこどこっていうの。屋台、ミョンドンっていう、ミョンドン、まあ、原宿みたいなところの、出店のね。そう、出店みたいなのね、屋台でいろいろ買い食いもしましたけど。買い食い美味しかったわ。ああやって買い食いして食べるの美味しいよね。美味しい、ほんと。力すいた時いいね。いろんなもの食べたな。いや、いっぱい食べた、ほんとに、ね、ケンさん、初めて食べたもの、キムチだ。キムチ、キムチはね、食いまくってましたね。キムチ美味しかったね。なんかやっぱり店でこう味が違いましたよね、うん、ね、このキムチ美味しいとか、このキムチ辛いねとか。そう、うん、あとあんまり色がついてないの、浅漬けのキムチとか、うん、でも食べたらピリッと辛くて美味しいとか、ね、面白いね、いろんなところの味があるね。ましたね、うん、キムチは違いました、食べましたけど、ね、ブー、あー、ブー。関東のオリバさん、え、犬ですね。は、韓国は犬食うんだよ。え、犬の肉食べんだよ。そんなの。最近は少なくなったらしいんですけど、昔は食べてたらしいですよ。え、すごいね、オリバさん。そうなの、知ってるのね。それは知らなかった。はい、まあ、でも、イルカ食べるところとかあったりするからね、犬はね。ね、こちらですね。ナオさん。ナオさん、何でしょうか。コーン茶。あー、コーン茶飲んでないかな。今回飲まなかったような気がするな。飲んでないよね。
ね。前回2月行った時はね結構飲みましたけどね、うん、ホテルにコンチャ置いちゃったしね。そうそうそう、ね、帰りもコンチャ買って帰ったもん旅行で、ねね、他にはあたりないわやっぱり。いやこれ難しいもん。ないかな、なんか新メニューって初めてますよこっちが新メニュー新メニューも困るんですけど。これいいわ、なおさん、私が食べたもの17じゃん17ブログに出したんだっけ、うん、ブログに書いた16茶じゃん日本ね。お茶一つ多いね。一つ多いの17茶っていうのが売っててね。そう、意外とどこにでもあるんですけど、びっくりしちゃった、ね、そうそう17茶って、うん、あと1個何ですかね。ね、何入ってんだろうと思って。いや、あと1個何ですかねって16社分かんの。分かんないでしょ。いや分かんないけど。言わせていただきますけど。いや分かんないよ。何かなと思って。コーンかな、コーン。コーン茶。違うでしょ。違うか。コバさん。コバさん。韓国を代表する麺料理、うん、冷麺。冷麺。冷麺も食べなかったね。冷麺食べない。私冷麺しかもあんまりねそんな得意じゃない。そうなんだ、うん、日本でもあんま食べない。あ、そうですか。私の締めはコムタンクッパ。あ、だいたい締めてみんな冷麺とかさ、もう一回クッパね。私ほんとコムタンクッパが大好きでほんと大好きなの、ね、テールスープ、はい、でもなんか今回もスープは結構飲みましたね。いろんなスープ。美味しかった。味噌チゲ。味噌チゲもね美味しかった。カルビタンみたいなやつ、ね、カルビタン美味しかった。もう出汁がギュッて ね凝縮されてて、ね、うん、美味しかった。ライタルさん。ライタルさん何でしょうか。プレチゲ。プレチゲ、うん、あの舞台チゲって要するに向こうの兵隊さんが、うん、なんかもうこう戦時中になんかいろんなものを食べ入れて鍋にしたやつ、混ぜ混ぜしたい。そうそうそう。さっき言ってたよ、ゴルチャ。ジョングルとはねちょっと違うんですよね。あ、また別なの。ちょっと違う。へえ、でもラーメンが入ってる大体これも。あ、そうなんだ、うん、へえ、ね、美味しいですよ。あ、それ食べたことあるの。あります。日本でもありますよ。ある。魚肉ソーセージ、ここ書いてありますけど、書いてある。魚肉ソーセージとインスタントラーメンが入ってる。びっくりしました。あ、ね、でもインスタントラーメン食べても美味しいよね、また違う。こうなんかね、いわゆるね、ブデチゲはね、なんかインスタントラーメンに魚肉ソーセージ入れた感じ、どっちかっていうと、あと野菜がちょっと入れる感じ。へぇ、美味しいし。それ食べなかった。まだまだ食べてないのあるんだな。まだいっぱいあります。でもね、そんなね、ブデチゲとかだとね、多分もう500円しないですよ。ほんと、すごいな。300円とかそういう世界です。あ、そうだ、私さ、うん、ちょっとみんなでさ見てもらいたいんだよ、うん、私ね、あ、お金ですか。お金出すのやめてください。あんまりちょっと待って待って、はい、私ね、この間、うん、日本に帰ってきてコンビニに行ったですよ。はいはいはい。コンビニに行って買うときに325円ですみたいな感じで。日本でね。日本で、はい、で500円出したの、はい、でお客さん、この500円、あ、言われて、あ、韓国の500円出しちゃったのこれさ、みんな見える、これ同じお財布の中入れててね、大きさが大体一緒だよ。そう、大きさが一緒でね、分からなかったの、これどっちがどっちか分かる。いや、分かるでしょ分かるけど、こっちが日本、こっち韓国、ね、そうなので、間違って、私こっち出しちゃって、お客様この500円あ、すいませんって言ってこっち払ったの。これ間違えるよね。てか一緒に入れとかなきゃいいのに。本当だよね。これはね、ちょっとね、私似てるなと思ってね。似てますよね、かなり。ああ、記念。これいくらぐらい？500って書いてあるっけ。500ウォンは今残念ながら、うん、500ウォンでしょ、うん、30円ぐらいですかね。ああ、そうなの。あ、そう、今のレートで換算すると残念ながら30円ぐらいですね。30円なのね、はい、へえ。でもそれが上がったり下がったりするんです。するけど基本やっぱり一桁少ないんで、うん、あの前のレートでも60円とかですよ。だから
でもどうしてそれが500円ってなるの？ね、500ウォン。500ウォン。だから1000円が向こうこっちの100円みたいな感じ。1000ウォンが。そうなんだ。まあ、今もっと安いですけど、100ウォンじゃないですね。600円ぐらいになっちゃうけど、あ、60円。すごい。お金支払うときもあんまり分からなくてさ、完全にモリモリモリこれ買いたいんですみたいな。ほんと難しい、このお金の。なんかすごい払ってるように見えて全然払ってないみたいな状態に。ねえ、ほんと。いや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 、ほんとに無駄な時間使いました。知ることが多いね。本当ですよ。あなた一回言ってるじゃないですか。全然覚えてない。そうだね。誰かいなきゃダメだ。本当ですよ。ちょっともう8時半なんで。あ、もう8時半ですか。うん。早いですね。早いよね。当たりないですから。じゃあ今エアからやるんで、はい、やりつつもまた答え分かった方送ってください。鍋に入れるもんです。頑張ってください。鍋に入れるもんです。ね、はい、でもそのままでも食べれます、はい、送ってきてください、はい、じゃあ私が今から歌う歌は何でしょうか、当ててください。はい、プチパクです。はーい、せーの。さあ一体何でしょうか。あー、やばい、分かっちゃったかもしれない。チラッと見ちゃった。一体私が歌ったのは何でしょうか。タイトル書いて送ってきてください。はい、はい、じゃあ続き、じゃあご紹介していきたいと思います。ご苦労さん。ご苦労さん。モリモリの一言で浮かびました。チャンジャーだと思います。あー、チャンジャー、これって韓国の食べ物ですよ。合ってますけど、チャンジャーっていうのは下川さんに説明してるってことは間違ってるんですけど、チャンジャー知ってる？あ、なんかおつまみみたいに食べたりした。あのイカとか入ってるよね。めっちゃ美味しい。美味しいよね、うん、あれも韓国なんだ。そうです、チャンジャー。そうです。あれは誰の、誰かの、誰の全部言ってください。それ誰の、誰の食べ物ですか。そう誰の食べ物っておかしいよ。なんだっけ、どこ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 、何が入ってるかってことですか。あれ、クダだよね、なんか。チャンジャーは、なんか、豚とか、なんかいろんなもの入ってるんですよ。野菜も入ってるし。またあれだ、ごちゃ混ぜの。ごちゃ混ぜですよね。キムチのちょっと、ものが違うみたいな。そうそう。辛く、こう、なんだろうね。味付けしたの。そうそうそう。ね。塩辛の、なんか、辛くてキムチパンみたいな。そう、そういう感じですね。美味しいよね。何が入ってるのか分かんない、食べてたの。あれも韓国か。あ、食べなかったね、チャンジャは。チャンジャ食べてないですね。あー、食べねえかな、これ。意外にポピュラーなものでも来ないな。ね、俺は軍曹でしょうさん。ありがとうございます。ブラックサンダー、違います。それ日本だから。日本で食べてたから。言ってないです。言ってないよ。うん。あ、エアカラオケ36分までお待ちします。はい。スガエルさん。スガエルさん、私が食べたの何ですか。ホルモン。あー、残念、肉じゃないんですよね。肉っていう、肉じゃないんですよ。そうです ね、なんか豚肉とか何肉とかではないですね。あのちなみにすごい多いんですけど、ビビンバは違います。あー、ビビンバ食べたらないでもね。食べた、美味しかった、ビビンバ。しかもお店で食べるビビンバじゃなくて、初めて今回行った時に、10月、あ、11月ね、この間行った時に出前をしてビビンバを食べたんですよ。韓国の、そこのクラブをやらせてもらったところのね、オーナーさんがネイルサロンを経営しているということで、うん、そこにちょっとこう行ってネイルしてもらったんですよね。そうなんです。で、その時に時間がないからって、じゃあ出前で踊るかって言ってくれて、お腹減ったなっつって、石焼きビビンバ食べるって言ってね、うん、向こうの要するに地元のローカルの人が頼む、石焼きビビンバの出前みたいなのね。そう、ちゃんとなんかいろいろおかずみたいなのついてきて、で石をちゃんと石の器に入ってね、美味しかったよね。なんかね、店で食べるような感じの、なんか綺麗にも並んでるんじゃなくてね、うん、そう、あ、こういうの見食べてるんだって。結構ね、普通の色、うん、本当になんかごちゃっていろいろなんか混ざってる。そう、俺も
それで聞いたら、あのビビンバっていうのは、うん、あの韓国語でビビンっていうのは混ぜるっていう意味で、ビビンでパっていうのはご飯っていう意味なんですよ。ご飯っていう言葉なんですよ。だから混ぜるご飯、混ぜるご飯でビビンバ、あの日本人の韓国のビビンバはなんかこうわざわざ入れるものを作って、うん、こう混ぜて食べるものなんだけど、韓国の家庭では残り物のおかずをお茶混ぜにして、あの辛い味噌を入れて混ぜて食べる、要するに残り物ご飯の混ぜご飯なんですって。だからそのちょっと出前で頼んだやつはちょっとなんかそういう雰囲気だったんだけど、うん、そうそうそう、すごく美味しかったですね。美味しかった。僕もね、あんな出前は初めてですよ。いや、そう、貴重な経験したよね。だいたい食べに行っちゃったりとか ね、 ね、しちゃうけど、ね、出前で頼もうと思ったらこっちだってプラスチックのやるものだったりするけど、ね、あの石焼きのね、石焼きのあれで来るからね、すごいなと思って、出前なのに韓国すごいよ ね、 ね、それが普通なんだもんね。久保さん、はい、韓国ビールハイト、あれそれ飲んだよね。あれ飲みましたよ。飲んだよね、うん、あのカスっていう、うん、ビールもあって、そっちも飲みましたけど、ハイトも飲んだ。あ、飲んだ飲んだ、ね、マックス、あと、ま、なんか飲まなかった人って思った、なんかあったね、なんか飲んだマックスっていうのもあったなかったよね。 ありましたね。うん、美味しかったよ、ビールは。あー、美味しかった。でご飯食べてる時、隣 の、 あのアメリカのなんか旅行者のみんなと一緒になんか楽しくなって飲んじゃったね。ね、そう焼酎飲まされたよ。そう、こっち焼酎余ってるから飲まないかみたいな感じになって、お、当たりが来たかも。え、嘘、うん、私が初めて韓国に行って食べたもの、当たりもあったよ、よしよ。ちょっとおまけ当たりみたいな感じですけど、おまけ当たりです。あれ、まあ、エアから行かなきゃいけないし、答え言おうか。まあ、エアから、そうですね、皆さん、あの受付もう37分なので終了いたします。あとは答えも読んでいく感じになってます。どっちが司会だと思う。今あったんだよな、マジ、うん、モリモリは皆さん言ってきますけど、韓国には厳しいですね。いや、別に韓国に厳しいわけ、韓国は好きなだけです。ものすごい会話ができちゃうからね。会話はちょっとだけ、もうタクシーの運転手さんとの会話ができちゃうところがすごかったね。いやいや、全部助手席。いやいや、そのぐらいです。かっこよかったわ。 あれこそカメラ回しときたかった。当たり、そう、ナオさん、ナオさん、私が初めて口にした食べ物は、ちょっとおまけですけど、水餃子。あー、ギリギリ当たり、ね、おめでとうございます。ちょっとね、あのまんじゅうみたいな、ちょっとぷくっとした餃子みたいな形じゃないんですけど、そうそうそう、中が餃子でね。そうなの、あの鍋とかにスープとかに入れたりするやつを下川さん初めて口にしました。そうなの。だからなんか中身的にはすごく餃子の中身だよね、身だよね、うん、具みたいな味なんだけど、 それがそのままこう何かにつけて、醤油とかねつけて食べるんじゃなくて、そのお鍋に入ったそのおまんじゅうというか、うん、なんていうの、本当は名前、これなんていうんだろう、ね、マンドっていうんですけど、マンド、まんじゅうの向こうの言葉なんだけど、中が餃子みたいな。あー、うん、なるほどね。そう、初めて食べたもん。まあでも日本でいう水餃子ですよ、まさに。そうだね、うん、味も鍋とかにも入れたりするから、うんうん、うん、美味しかったですよね。美味しかった。なおさん、おめでとう。すごい、ありがとうございます。おめでとう。なんもないです。なんもないです。部屋からいきます。部屋から答え、私が歌ったのは何だったでしょうか。もう正解ばっかりなんですけど、新曲がいっぱい来てて、新曲も取り揃ってるということで、でも、うん、正解言ってかないと間に合わなそうなので、はい、答えはオリバさん。オリバさん、いいじゃない、いいじゃない、正解でしょ。正解です。おめでとう。オリバさん、ナオさん、ナオさん、おめでとう。おめでとう。落ちちゃった。落ちちゃった。スガイさん、スガイさん、おめでとう。あとはみんな嬉しいね、わかるね。イモさん、イモさん、おめでとう。コンゴリッショウさん、いいね、おめでとう。当てたね。当てたね。いいじゃない、
いいじゃない。で、来週、お休みです。あ、そうです。ちょっと唐突でしたが、はい、そうなんです。まだ時間ある。まだ時間ある。まだ大丈夫。まだマッチョさん。マッチョさん、おめでとう。なんかいっぱいありすぎてね、大変なおさんは言ったよね。なぜ、なぜ、言ったか。言ったか。違うか。違うか。物言いになっちゃった。でもいいじゃない、書いた皆様。正解なので、みんなで花束あげます。おめでとう。おめでとう。はい。おめでとう。ね、まあリリースがね、もう 来週だよね、うん、来週、うん、来週だよね、うん、12月3日発売になってるということで、ね、こちら新曲のいいじゃないでございました。ぜひぜひみんなフルで聴いて ね。そうそうそう、でブルードラゴン天界の七竜のエンディングテーマにもなってるので、アニメのね、ぜひ皆さんもご覧くださいませ。はい、ということで、ちょっとモリモリもちらっとお話ししてくれたんですが、来週ですね、私12月4日木曜日はワンマンライブ。すいません。なんですよ。すいません、ライブしてて。そうなんです。ごめんなさい。で、ライブなので、はい、ちょっとこの番組の後、終わった後、はい、終了後に、来週分の収録をします。すいません。で、急いで皆様にはメールを送っていただきたい。はい、来週のテーマを。はい、発表するので、こちらまで、ぜひ皆さんお送りしてください。まあ、来週はライブということなので、まあ、ライブつながり、ライブ中三国が怒りました。さてどうして、理由を書いて、はい、送ってください。完全にネタ系ですね。ネタ系ですね。私はそんなとかライブ中に怒ったことはまずないですが、ね、これ怒るだろうというね、ちょっと面白そうです。三国が怒りました。さてどうして、はい、こちらになってますので、まあまあ、ぜひ皆様、収録多分9時ぐらいから始めると思いますので、はい、みんなぜひぜひ見てる方メールをお送りください、はい、ね、ガシガシ読んでいくの、ね、はい、で来週は収録したものを、流しますので、まあ、ライブに来た人は再放送で、うん、そうだ ね見てください、見ていただきたいと思います、はい、なのでこちらテーマになってますので送ってきてください。はい、そして本当にライブもね、もうすぐって感じですけども、その発売記念イベントも本当にいっぱい決定しやっているので、ぜひちょっと今回ライブにワンマンライブ行けませんっていう方も、はい、ぜひ発売記念イベントの方にもお越しくださいませ、うん、ね、なので盛りだくさんなので、ね、はい、ということで今日はこちらのテーマたくさんいただきました、はい、ありがとうございます。そしてもう何でも推しですが、こちら下川三国の12月3日発売になります。新曲14枚目になるんだね。14枚目ですよ、ね、なるのでぜひこちら、ちょっとカップリングの曲結構好きなんだよね、チェーン。カップリング曲チェーン、うん、ね、チェーン、いい曲ですからね、ぜひ。そして3曲目がハッピーバースデーという曲で、全3曲収録してあります、はい、ね、2曲目と3曲目は私が10月に北海道に仕事で行った時にいろいろ感じたことを書こうと思ってふるさとの曲になってたりするので、はい、まあ、ちょっとふるさと三昧の曲にもなっているので、ぜひぜひ大切な方と、そしてちょっと家族を思い出したりとか ね、ぜひたくさんの方に聴いていただきたいなと思いますので、12月3日発売になってます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、それではこの後また収録するので、こちらのテーマで皆さんからのメールお待ちしております。ということで、下川みくにでした。バイバーイ、待ってるよ。昨日、宣言方法をお知らせします。